はい、じゃあですね、池袋東口に、激パさんに来て初めてのオフ会になります。1本目はこれ、ケンビシでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、開けますよ、はい、くっくっくっ、えいっす、新しいお客さんが来ましたね。あーあどうぞ。いただきます。お願いしておきますか。ありがとうございます。娘や、わしにも一杯入れてくれんかの。はい。サンキュー。いいですか。いいよ。さあ、ケンビシ、なんだっけタイトル。池袋で日本酒オフその1だそうです。の一本目でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実にどんくらいぶり？膝が痛い人向けです。膝が痛い人？なぜ？焼酎？リキュールなんですけど、最後にこの会をやったのって2017年の5月ですか？もう。っていうことはざっくり2年ぶりぐらい。ですな。どうですか、ゆうやさん、恋話は何かあるんですか。恋話ですか、はい、血のつながってない親父としてはですね、気になるんですけど、あの頃の仲間内がみんな婚約したり子供生まれたりしてるじゃないですか。そうですね。あの今年もね、もう年頃のいい年になるゆうやさんはそういう浮いた話はあるんですか。まずは俺を倒してからの話ですけどね。ああ。なんか元からその既婚設定を作ってたじゃないですか。はい、ありましたね。で、一応ずっと継続中なので、お、別にそういう、私はもうすでに結婚してますよと。あ、そういう設定です。なるほどね。なるほどなるほど、わかりました。それはまだ継続中なんですね。そうですそうです、そういう設定があるなるほど。そういう設定らしいです、皆さん。そういう設定にしといた方がめんどくさくなくなる。なんか大人の反応するようになりましたよ、この人。うわ、もうね、おじさんね、乱視に遠視に老眼が入ってよく読めないんですけど、な、後ろに何が書いてあるか、ちょっと動画見てる人たちに教えてあげてください。アルコール分 16.5 度、原材料名、米麹、醸造アルコール、辛みと旨みがバランスよく調和した飲みやすい柔らかな味わい、缶にするとさらに旨みが引き立ち、キリリと引き締まった抜群の切れ味が、うん、冷やから厚缶まで多彩な表情が楽しめますって書いてあります。厚缶にすると確かになんか香りが立っていいかもしれないですね、うん、これ割となんか醸造アルコール入ってると扱うのが美味しいんじゃないですか。なんかアルコールアルコールしてるような雰囲気がちょっと強いような気もするんですけど、そこどうですか。ケンビシ有名な酒ですからね。そうですね。今回ここの、 店主の阿部さんがなんかこれ、ふるさと納税かなんかで、あ、うん、入れてくれたお酒なんですよ。そうなんですね。この後から出てくる他のお酒は、この間ね、時間ずれて、試飲会で飲んできたものになっちゃいますけども、そこから4本入れてきたので、まあ、それをこのままお楽しみいただこうかなと思っております、はい、今後も残りあと4本よろしくお願いします。ではではまたいろんな、リンクを貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてください。バイバーイ。うんうんうん。